皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高語録のタイトルは人の目を気にしないということについてお話をしたいと思います。私がそうですね、教室集客のコンサルタントを始めていろんな先生と、お悩み相談とかをやってる中でですね、一番最初にその感じていろいろ先生と話してて感じたのが、教室の先生っていうのは結構やっぱり人の目を気にしながら活動されてる方が多いなというふうに思っていたんですね。で、それはどういうことかっていうと、おそらくそのなんていうんですかね、女性的な部分が多いじゃないですか、教室業って。だからその周りから突出してしまうと、批判の対象になったり妬みやっかみの対象になるっていうことを、予感してるんでしょうね。それは女性的な社会の作り方で協調の文化がもともとあるので、男性の女性脳の感覚から言うと、教室業の先生やられてる方は割と女性脳の方が多い感じなんですね。ちなみに私は男性脳と女性脳ほぼ半分くらいの真ん中のところにいるタイプの人なんですけれども、女性脳を持ってる人の特徴っていうのは協調と調和を非常にこう重視する特徴があるので、やっぱり出る杭は打たれるみたいに思う方が結構多いんですね。だから、そういうふうに人に言われたくないとか、こんなふうに見られたらどうしようっていうことを多分普通の人以上に考える人が多い。あと実際に過去にですね、やっかみを受けて誹謗中傷を受けた経験があるっていうなかなかハードな先生とかもいらっしゃるんですけれども、そういう経験もあるから、余計にそういう状態になっちゃうのかもしれないんですけれども、授業をやっていく上で、個人事業主、教室の先生も個人事業主なんですけれども、一国一城の主ということになるんですね。そうするとある程度自分で決断をして動いていかなくてはいけない部分があるのと、特にですね、非常に教室業が増えてきている昨今でいうと、その教室の個性っていうのが生徒さんが通う要因になったりするんですよね。ということはその個性を外に出していくっていうことは、結果人と違うことをやっていくことが多くなるので、こんなこと言われるんじゃないかな、こんな風なことしたらあの人にこんな風に言われそうとかっていうことを想定しながら進んでいくっていうのは、やはりかなり厳しいところがあるなと思います。結局没個性イコール集客できない、要は誰でもいい、どこの教室と一緒っていう横並びに合わせようとすると個性が際立たないので、お客様、いわゆる生徒さんから見て、ああこの教室行きたいなっていう特徴も際立たないことになってしまうので、結果集客できないことになるんですね。で、皆さんのお悩みの中心は何なのっていうと、集客がしたいっていうのが相談の一番メインなんですよ。で、集客ができない要因って結構たくさんあって、いろんな複合要因が重なっているんですけれども、その中の一つに没個性ということで、その先生の良さとか特徴とかを積極的に見せていく、ないしは発信していく、要は人の目を気にしてたらできないことができる人がやっぱ人気教室になっててるんですね。で、考えるとやはり分かりやすいところで言う一つの指針としては、人の目を気にしない、自分が思う形、自分の個性を持った形ではなく、自分らしいという、その素直なスタンダードな状態で、外に発信をしていく、その際に邪魔になるのが人の目を気にするという思想、思考になるので、ここは一つ取り外していただいた方が多分自分らしく楽しく生きていけるんじゃないかなと思いますので、ある程度もちろん世間体的に合わせなきゃいけない時流タイミングっていうのはあるんですけれども、一つのことをやろうとするときに、もう
事細かくこの時はこういうふうに思われるんじゃないか、この時はこんなふうに思われるんじゃないかっていう考え方は、まあ、捨てた方がいいかなというふうに思っておりますので、今日のお題タイトルとしては人の目を気にしない、そして自分が思うように振る舞ってみるということにチャレンジしてみていただければなというふうに思います。それでは